はい、こんにちは、レトスノームです。今回なんですけれども、仮登記の抜粧について解説いたします。前回の動画では、仮登記について解説いたしました。まずちょっと仮登記の復習から見ておきます。A さんが B さんと売買の予約契約をしました。A さんが土地を所有していて、まあ、B さんに売る契約なんだけども、売買契約なんだけども、その予約契約を締結したと。いった場合、この所有権移転登記の仮登記というのは共同申請が原則なんですね。 A さんが B さんに土地を売りました。で、それについては売買の予約でしたといった場合、所有権移転のこの仮登記を行うには原則共同申請、 A と B が共同して申請するんだよというのが原則なんですね。ただし、例外として仮登記の義務者である A さんの承諾があるのであれば、 B さんは単独でこの仮登記を行うことができます。つまり A さんの承諾があれば、 B さんは仮登記を単独でできるよ。また判決ですね、この仮登記をしていいですよっていう裁判所の判決があれば、これも B さんは単独でこの仮登記を申請することができるよという話です。で、今回はこの仮登記を抹消する、なくす時の話です。で、今回ちょっと事例もう一つ付け加えました。それはどういった内容かっていうと、この仮登記をした後に A さんが C さんに対して土地を売却したと。つまり、まあ、二重譲渡といったイメージですかね。はじめに A さんは B さんと売買の予約契約をしていたにもかかわらず、 A さんは C さんにも売っちゃったと、売買契約を締結したと、まあ、いう事例です。その場合 C さんは所有権の移転登記を3番目に登記をします。一番最初は A さんが所有していた、まあ、保存登記をしていたと考えて、 A さんは B さんと売買の予約契約を締結しました。そのことによって2番、順位番号2番で仮登記がされますよ。その後 A さんは C さんから土地買ってるわけだから、3番目の順位で所有権の移転登記がされるよと。まあ、いった状況です。で、今回の抹消はここですね。ここを抹消するという話で、この抹消登記はどうやってするのかというと、下記のものは単独で申請できますよ。で、下記のものっていうのは B と C です。B は単独でこの仮登記を抹消することができますよ。C さんも単独でこの仮登記を抹消することができますよ。というのが今回話す内容となります。で、まず B さんについては仮登記の登記名義人、つまり自分がこれ名義人として持っているわけなので、自らの判断でこれを抹消するということは可能なんですね。まあ、不利益受けるのは B さんだけですよね。なので、まあ、B さんの権限で、この仮登記を抹消させることは可能ですよ。これが1番の内容です。で、2番。2番っていうのは、仮登記の登記名義人。いわゆる B さんです。B さんから承諾を受けて、C さんがこの仮登記を抹消する。つまり、B さんがこの仮登記抹消していいですよと。承諾をしたというのであれば、 C さんは単独でこの仮登記を抹消することができるとまあ、いうことです。まあ、C さんとしてはこの仮登記があることによって所有権を取られる可能性があるわけですよね。つまりこの仮登記が本登記になってしまうと、 C さんこの所有権移転登記、これ自動的に抹消される、なくなっちゃうんですよ。なので利害関係を有するわけですね。利害関係人です。C さんとしてはこの B さんの仮登記を消滅させたいということで、もし B さんがこの仮登記抹消していいというふうに承諾してくれたのであれば、 C さんは単独でこの仮登記を抹消することができますよという話です。まあ、現実問題 B さんがねこれ承諾するっていうのはあまり考えれないですね。まあ、もしこの売買の予約契約が、まあ、何らかの理由で取り消しだったりとかなったというのであれば話は別ですけども、まあ、この売買予約の契約が残っているというのであれば、まあ、通常は承諾しないでしょう。まあ、そこまでは考えなくてもいいんですけども、とりあえずはこの B さん、C さんっていうのは単独で仮登記の抹消ができますよと、まあ、いう話で、C さんの場合は B さんの承諾を得てくださいねと、
まあ、いう内容です。ここもよく取材される部分なんで、しっかりですね、頭に入れておきましょう。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。